イエーイ。かわいいって言ってくれてる。わーい。こんばんは、ま、めっちゃいっぱいおる NMB のくまさんのアバターの方が、すごーい。くまいっぱい。今晩も可愛いって優しい。あ、レインボーの星。やったー。わしのユナのおもろ。どういうこと。こんばんは。こうやってアクリルキーホルダーもしこだ。なんの？ノーサンキューじゃなくてダダダのやつ？ピンクのやつかな。だってだってだっての、なんやろ、アクリルキーホルダーって何が出てるんや。今日もかわいい、優しい、ありがとう。コアタン、ヤッホーヤッホーヤッホー、こんばんは。忘れてた、ダダダクッキン注文しないと。わーい。あれ、あの四角のやつですか、このピンクのやつの。ダダダのキーホルダーとボールペン売ってる。あ、ボールペンね、ボールペン見た、めっちゃ面白い。退屈してたコアタンともっちゃんの配信始まって忙しくなってきた。もっちゃんと今日会った、一瞬だけやけど、一瞬会った。そういえばこの前ショップで生誕って見たらパンダ可愛すぎて買ってしまいました。おお、お揃いや、わーい。そう、黒色やからみんな着やすいかな。僕のやつはアーヤンさんの卒子のグッズ。じゃあ新しく出てるんや、あ、クッキー。知らんかった、後で見よ。こんばんは。みんな教えてくれて優しいですね。生誕ティーはね、パンダが3匹、ピエンパンダ、ピエンパンダ3匹のやつです。漏れてるかな、わからん、見てへんからわからへん。でも研究生のなんかあのメイクは薄すぎてちょっとやばい。おいら2着買った。すごやば、もう毎日着れるやん。ダダダ歌唱衣装のアクリルキーホルダーだよ。どんなんか見てない、どんなんやろな。ここはまだ見てへん。なんかボールペンは見た。どんなんか忘れたけど、どんなんやったか。明日誕生日、おー、おめでとう。どんなんやったかな。ひなちょさんと一緒。そうなんや。ピエンパンダ買いました。お、やった、おそろっち、おそろっちだ。今日もピエンパンダ着てます。コアタン誕生日一緒の6月26日。違う。なんかコア生誕ティーはウィルビーアイドルのなんか公演の見学の時に見たりしてますね、着たりしてます。あ、綺麗だよ、わーい。こんなんもあるんや。生誕ティー誰かにあげた、ママにあげた。でも妹に取られたらし
ふうはの大好きな1ヶ月食べてます。あと桃尻も食べてます。お、ご飯桃尻たまに食べてた。今日はふうはのあることを真似した。また教えよう。うーたんです。うーたんに取られたらしい。コハお姉ちゃん愛されてる。いや、コハはお姉ちゃんが欲しいんですよ。コハも今日も可愛い。やーい。ウータも欲しかった。そう。そう、みんな欲しかったらしい。ダメなとこ真似したの。真似してません。ミユがおるやん。どういうこと？あ、ヤマピーさんハートいっぱい。わーい、ハートだらけ。こんばんは。ウィルビーの最初の石を琥珀舐めてないか、いつか見たいですね。そのでも見る日ないな。あるんかな、いつか。お兄ちゃんまだ見え、あ、ほんまや。一人だけですね、琥珀のお姉ちゃんこの世で。でも和田美優お姉ちゃんみたいな時もでもある、やっぱり。でも妹みたいな時もありますね。グッドスプーンさんでサイン書いてるのをグッドスプーンさんのインスタで見たよ。おお、イエーイ。いつもね、行ったらあげてくださるグッドスプーンさん、サイン書いてる写真動画か。あるにはあるんですよね、衣装。いや、今も置いてくださってるんかは分からへん。でもあかりさんが選んでくださった衣装はあるんですけど、でも今もあるんかな、どこにあるか分からへん。いや、コハもね、大体どんなやったか覚えてるけど、どんなやったっけな、覚えてるんですけど、写真とか撮ってないから。みゆちゃんにお兄ちゃんだけ付きに行ってみたら。今日コハタンのコースター当たったよ。おお、すごい。コハもね、当たった、自分のやつ。着れるとき着てくださいね、楽しみにしてる。いつか着れるときあるかな、わかんない。あ、のぶさん、バーン。11人で着てるとこ見て、あるんかな、いつかそんな機会。あったらいいですね。でもご飯のやつもめっちゃ可愛いんですよ。まあ、どんなんかは言えないんですけど。冠ライブとか企画して着る。ねえ、そんなんできたらいいですね。なっきみんなで TikTok を。TikTok?TikTok ね、でもみんな撮りたがるからね。私は TikTok 撮る人ってなったらみんながわー行く撮るってなるから、コハはあのたまたまその場に いたら撮るだけなので、撮ってもらうので、ちょっと私の出る回数は少ないですね。誰の衣装が一番可愛い？でもみんな可愛いよな。なんか誰のっていうよりみんな一番似合ってる、その子の衣装が。ほんまにさすがあかりさんが選んでくれただけあるって感じ。だからやっぱアンジュの衣装はアンジュしか似合わへんし、フーアの衣装はフーアしか似合わへんし、
ミユのはミユしか似合わへんしみたいな感じかな。コロナ大阪やばそう、気をつけてる、気をつけてます。マスク、手洗い、うがい早く落ち着いて7期の単独イベントとかやりたいね。ほんまにそんなったら楽しそう。めっちゃ楽しいな。選んだ人が選んだ人、ほんまにあかりさんがね選んでくださったから、そんなそれぞれのイメージにある衣装な。そうそうなんです。だからどれがっていうより、ほんまにあその子しかが一番似合うって感じかな。誰がどの衣装を着てもね。みんなね、いろいろいっぱい考えてくれて、あかりさんが。フーアとかも結構なんか変わってた。いろいろ変わって、なんかあれに行き着いてましたね。コハもね、最初っていうか、まずそもそもコハの衣装が公開されてないから説明無理なんですけど、最終決定したのとはね、最初は全然違うかったんですよ。さすが吉田さんって感じ。ほんまにあかりさんすごい。これアンジュの衣装とか、ほんまにアンジュがめっちゃ似合うしって感じじゃないですか。でアイピとかもあれもアイピしかね、アイピが一番似合うし、ミユがめっちゃ似合う。ももかとかもあのなんか元気っ子みたいな感じもし、ユナの白のやつもね、ユナしか似合わんな。みんなに合う服を持ってくる。ほんまにあかりさんがそのみんなの衣装を選びに来てくださってる時も、こんなでっかいキャニーバッグにいっぱい入って持ってきてくださってて、もうすごかったな。こうやったら何でも似合う。優しいだけや。優しいだけ。ミサチョスもミサチョス、あーほんまやな、ミサキもミサキって感じ。でもみんなほんまにそんな感じや。こんばんは。いつかね、ご飯のもね、なんかあれ見せれたらいいなって思いますね、機会があったら。もはや7期全員があかりさんの家に行って衣装合わせに行ったらいいのに出会える。もはやそう、すごかった。宝物ね、振り返った思い出。そういや本人はミサチョス呼び嫌みたい。あ、そうなんミサチョス呼び嫌な。じゃあ今日からミサキって呼ぼう。じゃあ今日からミサチョスじゃなくてミサキって呼びます。今日地元でのど自慢ある予定だったけど、コロナの影響中止になった。もうコロナやばいですよね。また増えてきて怖い。もう日に日に増えてるもんな。気をつけないと。ミサキっす俺もチョスって呼んでた。そうな、可愛いよな。でもその呼び方、ミサキちゃんって呼ぼうじゃあ今日からご飯をミサキって呼ぶわ。変異種がやばそう。公園行ったけど大阪行ったのに言えへんほんまにやばいですね。
あ、ハート、うん、ほんまに増えてきてますね。ピエン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 、切なくて泣いている時は、あ、バラー頑張ってください。ありがとう、優しい。ここの配信いつも平和。ひるが天然美を無観客になった。そうなんや。やば。そっか、8時以降になっちゃうからか。なんでチョスって呼び出したの？なんか、なんやったっけな。なんか、美優がつけた。かわいいって言って。でも気に入ってたね、本人。結構。なんか公式にはしないけどニックネームがいいみたいな感じで最初は言ってたけどな。わ、よいしょ。お姉さんたちには否定できなかった。やばいやん、そんなんかわいそすぎやん。もう美咲ってちゃんと呼びますね。7期生の皆さんかわいくて好きだけど、なんかコハタにハマってしまいます。やった、イエーイ。みんな可愛いもんな。最初はまんざらでもない感じだったけどね、最近ちょっとなんか違うと思った。公式ニックネーム、非公式ニックネームってミイラコさんみたいなもんか。ああ、そういう感じって言ってたけどな、最初は。最近は違うらしいので美咲でいきます。コアタンだけは忙しくって私を頑張って見に来てる。優しい優しい優しい。竹美奈子さんはみーちゃんさん呼びしてる人がゼロ人らしい。そうですね、あんま聞かないかな。美咲ちゃんごきおもろ。反抗期はおもろいな。まあ中2やからね、若い、若すぎや。もう中2とか何してたか。学校で吉野呼べば無理みたいな。どういうこと。もうかなりかなり指定するやん。中2になったからこれから本格的に反抗するかも。まあ、それも面白いですね。かわいい、もうそれもかわいい。美咲とね、前ね、でもね、グッドスプーン一緒に行った。とりあえず美咲ちゃんかわいい。美咲かわいいとか言うんじゃねえよ。それはもう逆にかわいいわ。もう一周回ってそんなん言い始めたら。チキクソンガキ
こう水先に反抗期だったらアンジュが泣いて絶対ほんまにもう水先は反抗期が終わったらとか言ってアンジュかな、また謎のお母さん始まる、アンジュのお母さんタイムが始まる。ほんまにおもろいアンジュ、アンジュとも今日も会った。はあ面白い、明日も会うわ。アンジュおもろすぎる。タンタンって呼ばれてるからアンジュにはアンジュだけやでもそんな呼び方してるの。その時はアンジュ流さアンジュは流されんの。美咲の地に燃えるおもろ、そんな日が来るかな、わかるもんな。この前公園見たら美咲ちゃんだいぶ身長、そうそうやねん、アンジュよりも高いらしい。やばいよな、リカティさんもびっくりしてた。美咲歓喜ですごなくアンジュ、アンジュ美咲のお母さんみたいや、もうほんまに。165は近くある。あでも多分そんぐらいあるんかな。めっちゃだってアンジュよりも高いって言ってたから。だし中2でそれやろ、絶対やばいやん、めっちゃ高くなりそう。風話越え目指せ。でも風話越え難しいよな、さすがに。コアはね多分ねもう身長伸びない。ピエンピエンピエン、まあでもねこれぐらいでいいんですよ私は。わは身長は気に入ってますね。そのうち風は超えそう、ほんまに超えそう。7期高身長。まあでも美咲じゃない、もっちゃんとね若菜がいるのに、さきちゃんは顔見たらあどけなさあるけど身長より落ち着いてるか大人っぽく見えるね、ほんまに。アンジュ163、マイティ164やから、そうだからその間ぐらいなんかな。みさき女気の中学生は自然恐ろしい。ほんまに身長すごい。美咲は。もうもっちゃんがモモポーズ取られないようにしないとやって。コアはねミックスジュースでモモ担当なんで、まだまだミックスジュースは続くのでモモも続きます。あ桜やったもっちゃん150ワカニャン152。え、でもな、この前ワカニャンとおもっちゃんが背比べしてたらワカニャンの方がなんかちっちゃかった。こうやったら169ぐらい、やっけそのくらい可愛いのよ。イエーイ159多分。まだ今年は身長測ってないけど、でももうちょっとでね大学のなんか身長測るやつがあるので。ケイトさんも一気に伸びた。そうなんや。
作った、いおっちゃんジオンも入って5人に、5人になったの。はい、今入ってる。うん、でも話すことないやろなんかウータンが来ました。そう、パクパク隊5人、パクパク隊。うちもコハタンくらいの身長になりたい。中学生になったウータンやって。そう、明日から授業が始まるあ、ハートのぶさん、ウータン生誕祭見たやって。見たらしい。え、かゆ。かゆ。JK ブランドを手に入れてどうやって。 JC か。どういうこと？中学生になってどうやって。人数が多い。まあな。中学校な。1回目から絶対テストは勝てんやえ、でも中学校別にない、あれや、何点取っても卒業できるから大丈夫。高校卒業できへんの？うん。で、高校義務教育じゃないやん。マジかよ。ずっとじゃあ高校生になってるかもしれん。それで？マジかよ。じゃあずっと赤点やったらさ、うん、100歳になってもさ、あ、100赤点やったらさ、うん、あれなん、ずっと高校生なん。いや別に高校行かんでもいいやん。だから、あ、高校は別に行っても行かんでもいい。コアタンから見てウータン中学生なんて何か変わった？何も変わんないですね。何も変わらん。英語は頑張ろうって思って。英語？うん、もう中学校の1学期の英語なんてもうめっちゃ簡単やん。そう、教科書見たら This is a apple みたいな、うん、1ページ目。This is、 これはどんなやったか忘れ、どんなや、何点取ってたかな、忘れた。でも社会はやな、中学校の時なは社会できてた。高校の時は現代文が得意やった。うーん、何、何にすんの？で、国語、国語、文章の読むやつ。あ、のぶさんだるまいっぱい、わーい。英語なんか来てる。ハロー、クミ、アイアン、エミリー、ブラウン。謎に筆記体で書かされたりした中学生。ええー、そうなんや。筆記体とかはこうやったっけな。筆記体って何？なんかつなげてる英語。懐かしい、中学校の時とか。でもコハは大学受験ではね、マジで英語に苦労しても、英語ができたらなみたいなとこはあったんで、めちゃくちゃ。だから英語でね、ほんまに
語マジでむずいな。ほんまに英語ができたらなって感じやった大学受験は。後半何部入ってた？部活入ってない。帰宅部。うん、帰宅部でいい。英語で困った美咲先生ほんまや。そう、あいやもうご飯食べ。美咲のすごいよな、あの館内アナウンスの英語バージョン美咲がやるらしい。すごい、あのペラペラの子。何時までやんの？決めてない。何時までやろ。ふた英語でこまたみさきちゃんお招きしよう。でも次女もねめっちゃ英語できるからな。アイラバキタマクサ。おもろすぎ。昨日から英語バージョン始まったらしいけどいつ聞けるかな。水曜日に。行った時のアイピの聞いた。おお、センターの英語パンダだった。ご飯の時パンダやったっけ。コアな忘れた。パンダやったかな、かも。なんかな、おもろかったのあったな。センターって何？今なくなったけど、ご飯の時までセンター試験っていうのがあって大学。ああ、知ってる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 。ドラマで出てきたこと。ドラマはおもろすぎ。次女ちゃん、次女たんお手紙も良かった。しっかりしてる。しっかりしてますね、めっちゃ。来年は書いてあげる。先に言うシステム。あ、早い。内容。ゆなくん、秋田に珍しく褒められたって言ってた。なんか怖い。めっちゃでも喜んでましたよ。センター試験が出てくるドラマってなんやろ。私の時タコの宇宙人。そんな出たんや。なんかコハはなんか的当てゲームみたいな、なんかそんな感じので、なんか英語のくせになんか計算みたいなのもあって、もうわけわからへんかったのを覚えてる。多分英語で計算、多分そんなんやったかな。次女ちゃんはダンスもできて英語もできるですね。なんで褒められた。知らん、忘れた。なんやったかな。ちょっとそれはユナくんに聞いてください。ほんまに英語でもマジで大変やった。なんかの英語の教科書あるかもしれへん。いつの？大学のやっとけ。大学受験の使ってたやつ。大学受験に教科書使う？教科書じゃない、参考書。うん。さ、中学の数学の教科書開いたら。ちょっと見よっかなと思ったら1ページからさっぱりわからんかった。でしょうね。でもこれ現代文はねほんまに好きやったな。どんなことするの？読んでクイズ答えるね。クイズっていうかな、速読みたいな。うん、まあ別に早く読まんでも、早く読まなくて読んだ方がいいけど、別に早く読まなくてもいい。うーは内容読んだら読むやん、うん、通り過ぎていく。やばいやん。だから今どこ読んでた、何を読んでたんやと思って。あ、もう一回一から読みなさい。救いようがないです。頑張ってください。だからちょっと寝る前に小説は読んでんねんけど、漢字が分からなすぎて。アホすぎてやばいや。諦めた。くさ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 。救いようがないですね。でも古典とかも始まるやろ、中学校になったら。なんじゃそれ。
古典っていう難しいなんちゃらケリみたいな社会みたいな違う昔の日本語そんなんなんちゃらアリケリみたいな将来意味ないけど受験できひんでって高校受験問題です。ウーが最近ハマってる曲は何でしょう。知らん。レテン。え？とかって言って。レテン。懐かしい。めっちゃ懐かしい。ここでもコテンもまだマシやったかな。何レテンって何か多すぎやろ。戻ったりしたりするね。コテンってな戻そこに横の印で読んだりすんね。ルーラルスーサスシムスーチムムズマシマホシとかいうやつ覚えなんか、ラリリルレレとか何それジュズツ回線ちゃうんかやって好きな歌ハマってる歌の話闇を払ってて何それ聞いたことある CM で何そう何の歌呪術廻戦だった。そうなんや。誰の？わかんない。わかれへんのかーい急に活用めっちゃ、あ、これめっちゃ覚えてる。リューラルスーサスシムズージームームズマシマホシキーケリツーノータリケムタシマシ何やったっけベシみたいな懐かしい。めっちゃ懐かしい。もうやばいやばい。もうコハの参考書紹介したいぐらいの、もう参考書めっちゃあるわ箱の中に。もうここにはないけど。なんかさ、なんちゃら憲法みたいなの覚えてる？ああ、日本国民は、日本国民は何だっけ、文化的な最低限度のみたいなやつやろ。わからんけど。ああ、日本国民は政党に選挙された国会における代表者を通じて行動しみたいなやつや。なんかのルールなん？あれ覚えなあかん。なんか小学校でもなんかちょっと出てきたけどもさっぱりわからんかった。ありよりはめりいまそかり三大義務。全然わからへん。働くこと何が、え、どういう生きてる上でなんか 三大義務しなあかん。生きてる上で国民の三大義務やって。動かれへん。労働、詐欺をしない。詐欺そう当たり前やん。義務じゃないわそんな。食べ物食べる違うって。あ、教育どうなんやろ。なんやろな、これはもう一回。納税、勤労、教育。あ、教育入ってんで。おーすげー。お仕事面白い。ほんまや、お仕事も入れとこ。うーたんおもろすぎるやって。真ん中なんて書いてんの？労勤労勤労勤労って何？働くこと。あ、ハート。握手会、お話し会、公演面白せやな。わーい、ハート。うーたん、ピピちゃん先生できたら嬉しいやってってこと？うん。IP。それはおたさんで義務だ。コハでもコハは、まあコハは取ってへんけど、教職の取ったら、もし中学校やったらウータンとあの実習かぶってたで多分。コハがウーの学校に実習行ってたで。おお、なんで？
え、どういうこと？だからコハは先生になるやつ取ってへんから、あの行かへんけど、もしコハ体育の先生になるやつもあるね。おお、やんの。ならへん。けど取ってたら多分もし中、まあ、高校の体育教師やったらちゃうけど、中学校の体育教師やったら。やるやるやる。やらへんよ。え。やったらウーの中学校にコハが教育実習で行ってた。おーおーおーおお。来て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 。いかんいかんいかん。いかんってかもう取ってないもん。教職。え、今からでもできるんじゃない？うん、でもめっちゃ大変。おお、やろやろ。めっちゃ大学めっちゃ行かなきゃ、授業取らね、取りまくらなきゃ。やろやろやろ。やらん。うん、紹介するね。紹介？わこさ、うーたん熱望。こわくんラジオ体操し。ラジオ体操。小学校でもなんか体操みたいなの撮った子がめっちゃ授業でラジオ体操をめちゃくちゃ真剣に授業でさせられたって言ってた。あれなんかラジオ体操でみんな筋肉痛なったとか言っておもろかった。教育実習の先生たちがちょっと大人に見える。あーほんまに教職は大量に、そうほんまに単位がね取りまくらないとあかんから、さすがに厳しい。腕の中にスコーン入ってた。紹介来たの。紹介せんでも名字で呼ばれる。マジほんまに小畑先生。じゃあ、え、何時から始めましたか？私あれよりはみりん、55分。じゃあ55分までやります。こっち55分まで。いいわ。何時に寝よ今日。さあなんていう、休日、平日、え、土日のことなんていう、休日、休日、休日3時ぐらいまで起きてんねんで。アホやん。寝られへんねん。もう週やけ開けてる。でもご飯は最近そんなんやな。なんか前夜中にトイレ行ってたもん。それは分からへん。でもゲーム最近な、ちょっとあるゲームにハマってて、それをちょっとめっちゃ やってて。何やってんの？秘密。え、あれなんか動くやつ？違う、うん、多分歌知らんと、知ってるかもしらんけどやってないと。なんか7期のちょっとね、みんなんかパクパク隊の中でちょっとハマってる、みんなやってるゲームがあるんですよ。ラッパー行きましたよ。おお、めっちゃいいやん。ラッパーまで行ってんの。ラッパー行きたい。ラッパー行きたいな。馬？ラッパーのこういうやつ行きたい。うん、スマホゲーム、スマホゲーム、スマホのやつ。お馬さんのやつ。え、違う違うな。馬じゃない。なんか食べる系？うん。みんなそれにも、その馬のゲームにもハマってる。それは初めて知ったわ。それは知らんかった。こんばんは。わかぽんさん、あ、そうなんや。それは知らんかった。そう、パクパク隊で流行ってるゲームがあるんです、一つ。そうや。ん？アロエジェルってどうやって使ってる？普通にお風呂出て塗ったらいいんじゃん。普通に塗ってるだけ？うん。アロエジェルっていろんな使い方あるよね。僕はそれしか使ったことない。ウータにビンタしてビエンと言ってみよう。どういうこと？やっぱ近くに駐車場あるよ。車で行こうって、やばいやばい。馬が美少女になってるやつ。そうなんや。でもそれじゃない、私たち。
パクパク隊がハマってるやつは。ちょっとねそれをねめっちゃ頑張ってってかハマっちゃう。あ、主権さんこんばんは。これや馬のプリンス様。ほんまや。そんなん初めて見た。気持ち悪い。見て。昔高槻住んでたね。平場行ったことない。そうなんや。平場ご飯もあんまり行ったことあるらしいけどあんまし覚えてない。あれじゃない、小学校のなんか修学旅行行った？そんな行ってみたいな。修学旅行で遊びに行ける人っていいよな。どういうこと？修学旅行って勉強しに行くものやろ。遊びに行けねんで遊園地とか。何言ってるかあんまし分からへん。修学旅行っていうものは勉強しに行くものや。でも違う学校とかでは遊園地にも行きたりですよ。いいなって。やっぱこの前行った桜満開。お、すごい。桜でも最近もほとんどもう葉桜やな。知る？桜でももう結構散ってない？桜結構散ってるよな。緑になってる。なあ、もう葉桜なってきてる結構。葉桜あんまり好きじゃない。好きとか嫌いとかないんやけど。なんかピンクと緑って合わんくない？まあな。八重桜、は前満開やった。もっちゃん桜見に行って散ってたらしい。その話聞いた。めっちゃおもろい。もう散った。ピエン。ほんまに。でもほんまにほとんどもう桜散ってるな。ピエンゾウヘイ曲が有名。ゾウヘイ曲の桜残ってるけど、そうゾウヘイ曲見に行きたいなって思ったけど抽選しか無理って書いてた。ピエンピエピエン。シナモンってどんな声してんの？アニメ見たらわかる。ピエ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 。シナモン、あ、チカプヨさんの声です。おもろすぎ。今日もあった。今日3回ぐらいすれ違いましたね。今日の三両投票まだやってない。はにゃおうちだよな。はにゃはにゃはにゃ。最近コアがハマってるやつ。はにゃ。なんか最近あれやな、
なんやっけバズじゃない、なんていうんやっけ、前流行ってるよな。そうな、はにゃ前金子さんの TikTok でピエンの歌使ってた。そうなんや、大変。またアキタンにビンタされそうになる。はにゃ明日も、もしいたらはにゃって言っときますね。タケノコ掘りしたことある、タケノコ掘りしたことある。ハニャスタンプまだですか、ハニャ。うーさ、タケノコ掘りさ、この前やった時さ、うん、あのパパの友達にさ借りてんやんか、掘るやつ壊した。やばいやん、そこの掘る場所と持つ場所がバン。やば、あれ怪力やん。あ、主権さんこんばんは。弁償してねやって。くさ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 。イエイイエイ。よいしょ。秋田メンバーの少量見ているのかな。絶対見てないです。断言できます。これで見てたら面白すぎ。はにゃはにゃ。定型文にはにゃ入れへんの。いや、そこいじったことないんですよね。どういう時に使う？なんか分からへん。ノリ。今日も好きピ。今の話で思い出したけど、マジでスタンプ作って公式経由で販売できへんのかな。ねえ、したーい。ココハの。あのコッコの絵文字のやつとか A のスタンプとかありじゃん、ありじゃん。ギフト投げてるかも。最高。あきったん携帯投げてる。まだみのピュープーって感じ。ハニャも流行らせていこう、7期生で。吉本やったら9割持っていく。やったら直接秋田にギフトもらわな。秋田ショールームやってほしい。おもろすぎ。アイドルのとこに「アキラ」って書いてんのはおもろい。あの先生、おもろ。じゃあそろそろランキングを読みます。13位のりえさん、ありがとうございます。12位ダイヤモンドティーバーさん、ありがとうございます。11位はちみつさん、ありがとうございます。10位ゆばちやっとミックスジュースさん、ありがとうございます。9位しじまーるあっとこはるみよりさん、ありがとうございます。8位ひであっとこはるみよりさん、ありがとうございます。7位まことあっとかわうそダンスさん、ありがとうございます。6位ゆうさん、ありがとうございます。5位しんごさん、ありがとうございます。4位やまぴーさん、ありがとうございます。3位すえひろさん、ありがとうございます。2位はのぶさん、ありがとうございます。そして1位はモンブランさん、ありがとうございます。ちょっと歌あるとさ、ペン、あの引き出しのさ、あそこと引き出し右側の
最近ね1位から3位の絵を描いてなかったので今日は描こうかなって思います。わーいわーい。それほら、ね、消すやつ持ってる？持ってない。あげよっか。いら、ここついてる。これもらっていい？うん。久しぶりや、描くの。なくなったかと思ってた。ちょっと気まぐれです。NMB のやつってどうやったらもらえるの？なんかその期間があったらしい。もう期間終わっちゃった。分からん、終わったんか。ちょっとヒョウ柄とかむずすぎ。ヒョウ柄むず。ヒョウ柄の正解がわからん。1日だけやってんて。そうなんや。マジか、なんでみんな知ってんの、そんなの。よしできた。うーたんしゃがんで反射するかもしれんか。ありがとうございます。あ、見えへんか。イエイイエイ。ありがとうございます。ではまたフォローし、まだだよって方はフォローもよろしくお願いします。じゃあね、また見に来てね。バイバーイ。